そばなんか月に1回か2回ぐらいじゃない。いやだって行くよ、もちろん俺パルリスだもん。行くよ。皆さん、あの無料アイテムあったらお願いします。無料ください。ふわふわランプありがとう。韓国のドーナツブランド。韓国のドーナツだって。トウモロコシ乗ってる。美味しそう。韓国初ドーナツブランド、ボンテムプス。コーヒードーナツ。うわ。美味しそう。韓国初だって。ドーナツブランド。で美味しそう。コーヒーも美味しそう。どうする？キムチのイメージだからドーナツ作らしても日本のがうまいだろ。フォンタンっていうの、フォンタン、あ、これ養分が欲しがってたやつだ。養分の誕生日これでいいか。次電動バイク、こういうの欲しいって言ってた。養分、ウニモケフリーダム、これいいね。こっちでもいいか、養分こっちいいか。電動スクーター、電動ループみたい。どっちがいいんだろう、養分どっちがいいの。もう買っちゃうよ俺。ドイツ生まれの電動アシスト自転車、すぐ試乗できます。養分こっちがいいんかな。買っちゃうぜ、いっぱいあるわ、いっぱいある。スティックストリート、俺はこっちがいいな。これいくらするんだろうな、スティックストリートって。すごいおしゃれだね。ね、試乗したいな。試乗したい。あ、ナンバーつけなきゃダメなんだ。これ。なんぼすんのこれ。値段書いてないの。安くない？39,000なのこれ。嘘だ。絶対そう。バッテリーだけじゃないのこれ。69,000が39,000？キックボード？マジで言ってんの？安ない？買っちゃうこれ、養分に。これめっちゃいいよ。ナンバーつけるのめんどくせえな。ナンバー取得。ヘルメットいるんかな？買っちゃうか？バッテリーがだよね、多分予備バッテリーだよね。でもチャリンコ持ってるからな俺。欲しいな。でも
安いよね。でも店員さんがいないんだよな。店員さんがいない。休憩してんのかな。めっちゃ安いんだけど、これいいな。これ洋服似合いそう。30万ぐらいかな。お店入るの？ちょっと今あのデザート食べさせてよ。雨降ってくるから。多いよね。後でね。俺たちはそれだけ、他は何もいらねえ。すごい格好。今日の参加若者がいません。今日はいつもより。今日平日？今日何曜日？あ、リアトツ来た。リアトツ。こんにちは。今日二人で来たんですか。ステッカー欲しいです。じゃあこれあげますね、ステッカー、はい。顔出しできます。映れます。あ、映れる。じゃあちょっと映していいです。映しますね。じゃあかわいい。あ、蓮舫さん、どんつくらすこい。美人さんや。寝ちゃったのかな。アイスドッグ、パンにソフトクリーム、蓮舫さん、まとめて投げられる？ダメ？やっぱ一個ずつなっちゃう？ダメなの？これここでもさ、祝電あったんだよ。駒井くんと食べてる時、ここでも祝電あったのね、前回。ちょっと入ってみるわ。何がいいかな。抹茶かチョコかバニラかミックスか、マンゴーソース、ブルーベリーソース、キャラメルソース、ストロベリー、チョコ。何がいいだろう。ミックスがいい。チョコバニラ。何、チョコソースがいいの。あー、これうまそう。確かにミックス、これ、これいく、これいくか。チョコとこれちょっと美味しそう。あ、これ揚げパンなんだ。あ、どうもこんにちは。この前の配信させてもらって覚えてます。あ、ありがとうございます。あれでね、開示請求今ねして、犯人が特定できそうです。よかったです。ありがとうございます。いいいい。じゃあ今日は、ミックスチョコとバニラのこれでアイスドッグ、はい、500
クさんです。はい、ペーピー行きましたっけ。はい、行きます、はい。お願いします。ちょっと、中でいいですか。あ、失礼します。静かにあのしますんで配信させてもらいます。あ、映らないようにするんで。匿名でもナイトクルーズ投げるからいいだろうって。投げるんだよね。投げるんだよこの人。投げる。あ、ありがとうございます。はい、美味しそう。揚げパン、揚げパンにソフトクリーム溶けちゃうね。ところね、早く食べないとね。こうベタベタするね。揚げてるからベタベタする。どうやって食べたの。紙で。早くしたら溶けちゃう。温泉あったっけ。紙で包む。多分独身だろうな。